リボンチャンネル。急にキャラ違くない？こっちが本性？っていうか過剰反応なんてしてないわ。確かにあなた様の顔面は強いよ。イケメンかよ。よく言われる。さぞモテすぎて困ってらっしゃるんでしょうよ。そうだね。でもそれだけで好きになるわけない。運命の人はそんな簡単じゃないから。運命？なるほど、そういうの信じちゃってる系の人か。だったら何？いや、いいと思うけど別に。ははうん、前言撤回。お待たせ。あら？なんか盛り上がってる？他の2人はともかく、この弟問題ありなのでは？今日からママとえなちゃんも一緒に住むの？そうだよ。わーいわーい。えな、私の荷物にえなのも紛れてたみたい。持ってってくれる？結構重い本だなこれ。部屋まで運べばいいの？あら、トーマくん、気を使っていただかなくて結構ですよ。私に好かれたくないなら返してください。怖っ、何怒ってんの？気を使うっていうか、普通家族が大変そうだったら助けるだろう。なんだ？この前の問題発言はもしかして家族としてうまくやりたいって気持ちの表れってこと？それにしても言い方ひどすぎるけど。なんかさ、誤解してるかもしれないけど、俺は応援するよ、あんたの運命ってやつ。彼氏ができれば俺があんたに好かれる心配もなくなるしね。安心ハッピーライフ。やっぱムカつくわ。でもそうだ、彼氏ができればあんな不本意な心配されなくなるわけで。新学期まで待ってられない。急がねば。みゆ、どこかに出会いないかな？どうした急に？実はカクカクしかじか。へえ、キャラ強いな弟。だったら合コンでもする？実は彼氏の友達に頼まれてるんだよね。はじめまして。みんな可愛いね。全員高一？とりあえず何か曲入れよっか。言っとくけどみーは俺の彼女だからな。ああ、はいはい。何歌うの？君アイドルのあの子に似てるね。言われない？ジュースの CM の。女子もなんか歌ってよ。いいね、可愛い。席替えしよう、席替え。今まで彼氏いたことある？何人目？全然ピンとこないんだな。ごめん、みゆかれの友達なのに。それは別にいいけど、でもまあ最初は興味なくてもだんだん好きになる恋もあるよ。様子見てみたら。私も彼氏とそうだったし。やっぱりそんな簡単にはいかないか。なるほど、楽しかったね。またこのメンバーで遊ぼうよ。またね。ここからえなの家までどれくらい？3時間くらいかな。やっぱ遠くなったな。えなちゃん、帰る前にちょっといい？ただいまー。おかえりー。どうだったカラオケ？みゆちゃんと一緒だったんでしょ？うん、みゆの彼氏の友達もいたんだけど、それで私彼氏できた。今日初めて会った人と？まずはお試しでって感じなんだけどさ。まだ俺のことよくわかんないと思うけど、チャンスくれないかな？一番話しやすい人だったし。うん。へえ、よかったじゃん。早速の運命の出会い、おめでとう。煽りってことは誕生日は彼氏と過ごすことになるのかな。いえ、そんな話はまだ誕生日も教えてないし。どっちにしても教えてあげた方がいいんじゃない？もう直前だし。事後報告は彼氏かわいそうだな。なるほど。えなちゃん、誕生日彼氏の人とするの？お誕生日会は？ああ、やっぱり私誕生日は家族で過ごしたいな。キサキちゃんのケーキ食べたいし。本当？うんうん。そんなに心配しなくても。彼氏は当日で、誕生日会は前日にやればいいよ。私も楽しみなんだから。いいスポットも見つけたし。スポット？おい、走るなキサキ。綺麗だね。人も少ないしゆっくりできそう。あっちにベンチあるから座ろうか。お花見なんて小さい頃ママと見た以来だ。あの時はすごく混んでて人がいっぱいいたっけ。え、これキサキちゃんが作ったの？ママと一緒にね。ノンアルシャンパンも買ってきたよ。チェリー味。トマくん、ろうそくつけて。はいはい。オッケー、じゃあ歌おう。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアエナちゃん。はあ、俺？いいけど。はい、これみんなから。プレゼントまで？ああ、しかもスマホケースちょうど欲しかったんだよ。嬉しい。お、ビンゴ？トーマくんが考えてくれたのよ、それ。うん。この前見てたじゃん、駅で。見てたけど、よく覚えてたな。そろそろケーキ食べようか。切るね。うんうんうん。えなちゃん、ケーキおいしい？うん。おいしい。今まで食べたケーキの中で一番かも。キサキちゃん天才。大げさかな。でも本当にそう思うな。キスで起こして第1弾、8月25日火曜日発売ポス。最後まで動画を見てくれてありがとうポス。チャンネル登録よろしくポス。グッドボタンやコメントも待ってるポス。これは毎日見るしかないポス。次の動画も見てね。